Hey everyone! It's me, Takeharu. Please call me, Taira. こんばんは。今日2回目ですね。Number 2 of 24 ということで、マジか！信じらんねえ、信じられんっていう表現の、まあ、フレーズっていうのをご紹介したいと思います。よく使うのが本当にっていう意味で Really? この前紹介した Really? には2種類あって Really? っていうのと Really? Really? っていうゆっくり言う方と、まあ、早めに Really? っていう2つあるんだよっていうふうに紹介しましたけど、まあ、要するにそれ相手に対して本当にっていうふうに聞く表現の時なんですけども、本当たくさん同じような表現があるみたいですね。まあ、なんでこういうことっていうのは、まあ、僕自身も、まあ、僕自身というか誰でもそうだと思うんですけど、例えば人と、まあ、友達とこう話をしてるときとか、あとはその誰かの話をしてるとき、もしくは周りの状況で嘘だろうとか信じられないとかっていう状況が発生することってたくさんあると思うんですね。ですから、まあ、リアリーでもいいんですけど、まあ、リアリー以外にもいろんな表現の仕方を覚えてれば、まあ、リアリーは結構ね、まあ、知ってる人多いと思うんで、まあ、リアリープラスアルファでいくつか知ってれば、状況に合わせて使い分けできるんじゃないかなということなんですよ。で、実は先日ですね、もう結構古い10年15年ぐらいの付き合いのある、まあ、知り合いに再会しまして、久しぶりにそのお互いの近況とかを話してたんですけども、まあ、彼が、まあ、いわゆるそのイベントコンパニオンってあるじゃないですか。なんていうのかな、例えば、ビールとか、車とか自動車の CM とか、まあ、いろんなところでこうイベントやってて、まあ、キャンペーンカールみたいな感じでイベントがある、みたいなことたくさんあると思うけど、そういうそのイベントのコンパニオンとかの派遣とか、スタッフのマネジメントをやってる仕事もやってまして、で大阪なんですけどね、まあ、チーフマネージャーというかエリアマネージャーみたいな感じで任されてやってるんですけど、まあ、びっくりしたのか、まあ、びっくりというかそういうのもありなのかなと思うんですけど、まあ、出来高制っていうか普通の一般的な会社 の, その固定給と違って、やっぱりその取引先だったりとか派遣先っていうのをしっかり、管理してやってれば、それだけやっぱり売り上げも上がっていくんで、給料も報酬っていうのかな、もう増えていくらしいんですけど、一回なんかその病気でそのスタッフさんが休まなくちゃいけないことが発生した時に、まあ、突然連絡を受けて、あ、実は実はっていうことで先方に連絡をしたらしいんですけども、ありえないことを言われたらしくて、で結局何、まあ、詳しくは聞いてないですけど、例えば10人、そのイベントに必要で派遣しますよってなった時に、まあ、それがちょっと大規模なのか少ないのか分かりませんけどね、一人その病気でどうしても行けないと、熱が出て行けないっていう感じで、まあ、今日はその病院にいたところでその当日の、お昼までには行けないっていうことで、で事情を先方に説明したところ、まあ、それだったら、うん、仕事してもらってもいいけど、ちゃんとした報酬払えないよ、最悪迷惑料じゃないけど減額とか半額みたいな形になるよって言われて、嘘と思ったんですよ。まあ確かに相手の方の気持ちももちろん分からなくもないんですけど、正直そのやっぱり出来高制なんでね、長い付き合いの取引先のところもあれば新規の取引先、結構大口なところだったらしいんですけど、そうなるとやっぱり結構かなり困るっていうことで、まあ、現地調達っていう言い方するとちょっと変な話になるんですけど、いくつか支店がありますんで、連絡をしながらその日に空いてる人いませんかっていうことで、自分で車で走らせて行ったらしいんですよ。でも、まあ、なんとかお昼までに間に合って、そのイベントには間に合って、契約自体は破棄にはならずに済んだらしいんですけど、その時にもうマジかありえんだろうと、信じられない、冗談言ってますっていう、冗談でしょっていうふうなことがあったらしくて、ああ、まあでもね、やっぱりその
どうなの、半分自営業みたいな感じでやってるんだったら相手があるもんだから、そういういろんな人がいますからね、そういう風に言ってくるお客さんともいるのかなと思って、大変でしたねって、まあ、なんとかなってよかったじゃないですかっていう話になったんですけど、でこんな感じで結構その、まあ、その彼の例は特別といったらおかしいです、まあ、いろんなケースがあると思うんですね。そういう時に使えるフレーズですね、紹介していきたいと思います。これとこれ似てるんですね。 Are you serious? Are you serious? Are you serious? Serious っていうのが、あの日本語でマジかマジでっていう時に、マジっていうのはあの漢字に直すと真剣っていうのが、まあ、その話し言葉になってマジかとかマジでになってるんですけども、あの英語でも同じような感じでserious serious 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 っていうのが真剣っていう意味で、それがあなたは真剣なの、 Are you serious っていう表現が、まあ、短くなって seriously seriously っていう風な感じになっているらしいですね。まあ短いんで serious っていう言葉もね、あのよくシリアスって言ったら、まあ、なんかどっちかというとしんみりした感じの雰囲気とか、シリアスな顔してっていう感じのニュアンスが多いんですけど、まあ、本当は真剣に、真剣っていうことで、それがまあいわゆる話し言葉になって、Are you serious? Are you serious? Seriously? なって、マジでっていう風な表現だったらしいですね。で、同じなので、You can be serious? You can be serious? You can be serious?You can be serious っていうことですね、はい。まあこれ全部同じような似たような表現なんですけども、言い方違いますよって、若干ニュアンスが違いますけども、大体もうマジかとかありえないとか信じられないとか嘘だろうとかっていう意味合いのニュアンスですね。で、あとは Get out of here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  これよく聞くとっていうか、Get out! Get out! Get out here! Get out here! って、これだけ聞くと、あれ?って思いますね。Get out! 出ろ。ここから出ろ。出ていけ。で、これを、このフレーズを知らずに、まあ、話の文脈とか会話の流れとかもあると思うんですけど、知らずに、Get out of here!、Get out here! Get out! Get out here! Get out here! って言うと、なんかまずいこと言っちゃって怒らせちゃったっていう風になるかと思うんですけど、これ本当に Google 翻訳で Get out of here Get out of here って入れたら、あのここが出ていけって出るんですよ。まあ本当に直訳、本当の意味ではですから、多分シチュエーション的に、シチュエーション的に、まあ、例えばその上司と部下が同じ部屋にいて怒られてて、部下がもういいよお前出ていけっていう感じの表現の時には、あ Get out of hereって言って出ていけっていう意味合いになるんでしょうけど、友達同士とかで話してるときにマジでっていう時のシチュエーションのニュアンスのときには Get out of here! Get out of here! ってなると、あの本当に信じられない、マジでっていう意味合いになるらしいです。で、ここでまあ紹介したのが二重丸つけたのが Out of のところが Get out of here Get out of hereOut of になりますよね。Out of T と O で Out of Get out of here なので、もっと短くなって Out Out Get out Get out Get out here Get out here で、ここも、まあ、ここの T も O とかぶさって that Get to Get that Get out Get out here Get out here っていう感じですね、はい。まあ、これ一応僕の発音もなんとかGoogle 翻訳でちゃんとなりましたんで、一応言っておきます。Get out here!、ね、これ、まあ知ってていいと思います。まあまあ、シチュエーションでわかると思うんですけどね。出ていけって言われてるのか、マジか、嘘だろって言われてるのかっていうのは、まあ話の流れでわかると思うんですが、一応、はい、ご紹介、ね、フレーズの中に入ってたんで紹介しておきます。もう一つ、一番使いやすいっていうか、短くてわかりやすいっていうのが、No way! No way! No way! っていうのが、まあ、道がない。直訳すると道がない。っていうのが絶対にありえない。マジか。信じられない。No way!
ありえないっていうびっくりして言うときに、まさにそのさっきの彼の、マジですか、冗談でしょ。でこれ Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? っていうのも冗談でしょ。キリングっていうのは冗談を言うとかっていう意味ですね。 Are you? You are kidding? You are kidding? You are, あなたは冗談を言っているっていうのの、 あの疑問形ですね。 Are you kidding? でこれとこれをセットにして、 No way! Are you kidding? 嘘だろって、冗談言ってんじゃないのって、冗談だろ、嘘だろ、冗談だろっていう、プラスして、言うとプラスアルファでいいみたいです。これキリングでミーをつけてもね、カッコってミーを、あよキリンミーでも、あよキリン、どっちでもいいですよ。まあどっちでもこの G は抜けて、キリンもうそのままキリンですね。あよキリン、あよキリンミーか、もしくはあよキリンですね。でこんな感じになるということですね。はい、なのでまあいくつかありますけど、まあどうなんでしょうね。僕この Are you kidding っていうのは、あの今回そのフレーズで調べた時よりも知ってて、というのがあの、なんだろう、あのアメリカのドラマでウォーキングテッド、あ、こちらウォーキングデッドかウォーキングテッドって言ったら、あの歩くテッドになるから別のあの、クマかなんかのイグルミのあれだけど、ウォーキングデッドのワンシーンで、主人公のお父さんと息子が2人で旅をするようなシチュエーションかな。で お父さんの方が怪我をしてて、なんか一つの小屋かなんか に入って休憩をしてるかなんかいろいろしてる時に、お父さんが息子に対して言って、それに対して子供がお父さんに対して Are you kidding? だったか、Are you kidding me? って冗談だろうとか、からかってんのかっていう表現で、まあ要はそのニュアンス的にからかってんのかっていう意味合いにも取れますよね。まあ要は冗談だろうっていうのとからかってんのかっていうのはちょっと違いますけど、まあ、似たような意味ではありますよね。からかってるのかっていうのは、からかう、冗談を言うのとまあほぼ同じ意味なんで、でそういうことで、ああそうなのか、まあ、ちょっと耳に残りやすいフレーズだったんで、で、まあ、時々たまにちょこちょこそういうキリンキリンを使ったあのフレーズ出てきたんで、ちょっと覚えてたんですよ。で、あ、なるほどそういうことか。で、これとプラスして言うと、No way! Are you kidding? って言うと、あ、マジか、嘘、信じらんねえ、冗談だろっていう、プラスの言い方になるのかなということで、紹介させていただきました。まあこの、まあなんだろうな。まあ、この辺は Get out here、 まあもちろんそうです。まあ一番使いやすいのはこの No way、 ああいうキリンの方が、まあね、ああいうキリン、まあ、キリンは初めてかもしれませんけど、まあこの辺は覚えやすいんじゃないかなと思うんですね。はい、ということで、マジか信じられないっていう、表現の言葉を紹介していきました。まあこれは本当によく使うと思うんでね、ああいう使わないとね、忘れちゃうと思うんですけど、まあ、ああいうキリンは結構、ああいうキリンは、マジかとか信じられないっていう意味ではないので、冗談だろっていう意味なんで、まあ、それだったら、なんていうのかな、No way! No way! とか、Are you serious? Are you serious? の方が、まあ、Get out here はちょっと何回も何回も言わないと覚えないと思うんですけど、Get out here っていうのは、確か、Get out here ってもあったな、Are you serious? もあったな、Seriously? ってのもあったな、You can be serious ってのが一番、もうちょっと馴染みがないですけど、僕にとってはですね。思いやすいの、Really? 以外にも2つ3つ覚えてたら、使いやすいっていうか、うん、相手が言ってきたときに、ん?ってならない。じゃないかなと、ああなるほどねって、 No way、 No way、 そういうことを言ってるのかって、 Are you serious? マジかって、僕に言ってるんだなっていうのは分かると思います。はい、今日はどうもありがとうございました。そうこのナンバーが、元に戻ったって言ったらおかしいけど、1個増えたんですね。というのが
先生の一郎先生のレッスンが始まる前の日に一個動画を、なんで僕がこの講座っていうかね勉強を始めたかっていう、その英会話スクールだったりとかいろんな勉強法だったりとかを試してみてうんぬんくんぬんっていう動画をしたんですけど、まあ、1個増えてたんで非常に僕自体もカウントするのが間違えたらずれてしまうしおかしいし、で、そのナンバー1にしてたやつをナンバー0にして、順番というか番号を揃えるようにしました。だから昨日24だった動画が、今日見たら23になってますんで、今日が24で、先生の講座の番号とナンバーと同じになりましたんで、まあ一応お知らせしておきます。はい、ありがとうございました。チャンネル登録とか、いいな、コメントなんかもよろしくお願いします。 See you next time! Bye!